あ、来てる来てる来てる。どうやら、背を向けてる方にタックルしに行くみたいなんで、なるべくこの瓦礫の近くまで寄せてから、こう反転してここで開けるみたいですね。そうすると反対側に向かってなぜか、あれ、え、なになに、え、え、え、壊して壊して、なんか怒ってる、え、なになに、美味しくなかったんですかね。そうですかね。なんでしょうこれ。とりあえずラウンド進めましょうか。そうですね、はい、ラウンド進めましょう、とりあえず、はい。なんでしょう、ずっと息ってますよ彼が。ここでどういうことですかね。あれ切れた。え、キャンディー何これ。キャンディーの意味が全然僕よくわかんないですけど、もう一個落ちてないのかな。あ、ここになんか購入ってありますよ、キャンディーを。あ、キャンディーまだありますね。僕はキャンディー僕与えてみました。 You're a creature of simple tastes, aren't you? あ、戦ってる戦ってる戦ってる戦ってますよ、ゾンビと彼が。コジちゃんがフィリピンデータフィリピンで出た格闘術を利用してゾンビの群れを投げ払ってます。一人で強い、圧倒的すぎる、すごい、すごい。主にアッパーと裏剣が、アッパーと裏剣とヤクザキックを主体に。あ、ポイントが入らない。あいつに倒させるとポイントが入らないですよ。それは困りますね。これはもういざって時のためのあれですね。あ、切れたようです、キャンディーが。危ない、後ろ。ありがとうございます。いや、大丈夫ですよ。後ろ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 。いやしかしどこに進めばいいのかわからない。本当ですね。はい、2人の戦いが、これがやはり彼は酒じゃないとタックルはしないみたいですね。あれ、このドア開けますよ。あ、お願いします。いらなかったら申し訳ないです、はい、大丈夫です。どこですか。キャンディー屋の中ですか。キャンディーじゃなくはい、なんだろう、これは教会みたいなとこです。ここです。はい、ちょっと待ってください。キャンディーを購入する、あ、これかないな。キャンディーを購入するっていうのは私はちょっと見当たらないですね。どこですか。こっちか。あ、ここ、はいはいはい、ここです。これは何でしょう。教会でしょうか。これはみたいな感じもしますよね。そうですね。このなんか寂しげな音楽が。右側にも行けるとこありますよ、これ。上に上がれますね。上に上がれる。この先に、あ、チョークで書く場所がある。あ、もしかしてこれは、まずはパワーをオンにしろ。全部の自販機が使えない。パワーをオンにしろってどういうことなんですか、ね、多分どこかで電源が入れられる場所があるんじゃないでしょうかね、これは。あ、さらに進める。あれ、ここで行き止まり、ここで行き止まりみたいですね、どうやら。なるほど、ここにハテナボックスが行ってしまう可能性があるってことですね、これは。そうですね。これは降りるしかないですね、これはもう。そうですよね。どういうことなんでしょう、これは。どういうことなんですかね。なんかあんまり意味があったような、ないような。そうですね。あ、最初の方のエリアに戻ってきましたね。牢屋の横ですね、これは。あれ？はい。どうしました？
これ探索はちょっとこれ、あ、ここも開けられますね。ちょっと私ここ開けてみますね。どんどん開けてみますね。はい。あ、パーツがありますね。何かのパーツですね、これは。パーツ作るところ何個かありますよね。Yes, I understand that I cannot have both. あのキャンディー屋さんの奥開けれるんですけど、開けてみてもいいですか？あ、お願いします。あ、パーツがものすごい落ちてますね、これどうしました？すごく、いや、元いた場所に戻っただけでした。なるほど、ちょっとこれはパーツ集めですか？パーツがこの部屋にはパーツしかないです。むしろむしろパーツしかないですね。パーツを作れる場所は確かどこでしたっけ？結構何個かありましたよね。そうですね、いくつかありましたね。あ、パーツありました。その真ん中の部屋にものすごいパーツがたくさん落ちてますね。どこに作りますか？パーツが作れる場所が私はちょっと記憶にないんですけど、どこかありましたっけ？いや、私も全然記憶にないです。あ、でもこの部屋の上がありますよね。ん？ここです。あ、ジャガーノグだ。はい、どこですか？あ、そちら。じゃあそこでちょっとなんか1個作ってみましょうか、はい。パーツが間違ってますね、私。ちょっと私、新しいパーツを取ってきます。多分あ、合ってるパーツと間違ってるパーツがあるのかもしれませんね。何個武器ができるんですかね？武器なんですかね？あれ？パーツが間違っています。パーツが奥にたくさん落ちてるんですよ、ここは。ものすごい大容量な動画になりそうですね、このままいくと。そうですね、はい、まあでもそれもそれで、あとは私が編集がどこまでできるかっていうよし、またパーツが間違っている。あれ、パーツが間違ってる。そんな何個もありましたね。なんと一体何ができるんだあそこで誰か教えてくれ、あそこで誰、何ができるんだ一体。よし、これかな。さあ、次のパーツで合ってるのでしょうか。これでパーツが間違っている。これ多分ここカットだろうな。そうですね、大幅にカットですね。大幅にカットですね。これこれかな。じゃあどうですか、パーツの方は。あ、来た、わかりました。これあれですね、タービンですね。あのプロペラが回って電気が入るやつですね。パワーが必要ってそういうことなんですね。多分あれ、これを設置して電源を入れるんじゃないでしょうか。追加のパーツが必要みたいですね。パーツが間違っています。なるほど、ちょっと待ってください。私がもう一個パーツがなんかないか探してみるんで。タービンってことは多分プロペラですね、次は。なるほど。プロペラが、お、あ、これだ。扇風機のプロペラみたいなのが必要なんですね、おそらく。よし、やっぱり。あ、できました、できました。タービンできましたよ。Perhaps our oversized friend may wish to toy with this little rope. タービン取ってきてください。できました、はい、できました。できます。はい。タービンができたので、私はでもあと1個見てしまいました、1個。見てはいけないものを。この奥にですね、この奥見てください。これ、ジャガー道具じゃないですか、この奥にあるの。これが必要ですね、ジャガーノグが。ただお酒がない、彼を喜ばせる喜び酒がないんで、ちょっとこのまま行くとあそこが開けられない。そうですね、酒場に。あ、お酒ありますよ。え、どこに？あの最初のなんだっけ、酒場ですか？あれ違う、酒場ではなく最初に捕まってたところですね。あ、彼が。はい、もう一個あります。あ、ちょっとそれじゃあ私が、これジャガー道具が必要なんじゃないですか。必要ですよね。よし、私が今ジャガー道具で
あ、本当だ。さすが。Perhaps this liquor bottle may be useful. やっぱ女の子は何ですか？それは注意力があるんですか？すでに。こういうの基本女の子が見つけるイメージなんですけど、私は。そうですかね。はい。僕たち男はもうこういうのずっとスルーしてしまう。来た来た。来ましたよ。禁断症状が出てるんで。やっぱさっき一旦暴れたんで彼は。はい、はあ、もう多分喉が渇いてしょうがないです、きっと。なるほど。はい、あ、多分ちょっと見ない間に蒙古タンメンも食べてたはずなんで余計ですよこれ。お腹が空いて、はい、そうです。よし、行きますよ。ジャガーノグが欲しい。はい、ポイントが足りないが、いけ。オッケー。で、タービンを設置する。あ、入ったー。あ、違う、電源入れてる間に買わなきゃいけないってことか。そういうことですね。じゃあポイントが貯まったらタービンを置いてジャガー道具を買いましょう。はい、じゃあちょっと、もうお酒ないですよね。多分ないと思います。ないですね。次のあっちの教会というか、あの新しいエリアみたいなところで多分お酒。あ、間違えた。え、どうしました？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。なんか下に降りてしまいました。あー、なるほど。あ、なんのかって。なるほど。最初の方のあの滑り落ちる前のエリアとか全く確認せず降りてきちゃったんですけど、大丈夫なんですかね、これ。こっちかな？大丈夫ですかね。ちょっとよく分かってないので、すいません、これ見てる方ね、すごいグダグダ見えるとは思うんですけど、申し訳ないんですけど、あの、かなりグダグダしてます。すいません。はい、もうね、グダグダが当たり前な感じになってるんで。さあ、まずここまで来ましたね。これもしかしたら、のこちゃん、これもしかしたら、下手したらこの動画2部作ぐらいになるかもしれないんで、はい、わかりました。はい、恐ろしいことに、まさかの。あれ、どっちでしたっけ、さっきのあの、明日らしく行けた変なお屋敷みたいなあったところ。お屋敷みたいなとこに行けた、あ、こっちか、こっちか、そうだ。はい。オッケーオッケー。じゃあこっちのエリアでもお酒を探さなきゃいけないんですよ、おそらく。ここはお酒で開くので、お酒どっかないですかね。多分こっちのエリアにあるんじゃないですか。こっちのエリアにはこっちのエリアのお酒がありそうですよね。ありそうだと思います。あ、yes, like so many things in life, something is missing。 酒じゃないか。お酒がないとあのお屋敷に入れないですね。ゆきさん、なんかさっき、はい、どうしました？なんか地下みたいなところがあったんですけど、あれって、はあ、あれってどこだ？地下、はい、なんか、はいはい、この下、おう、この下、あ、ここなんですけど、ここって来た場所でしたっけ？いや、ちょっと私は地下から上がってきた記憶はないんですけど、ちょっと行ってみましょうか。私も上がってきた記憶がないんですけど。あ、向こうに抜けれるだけじゃないですか、これ。あ、なるほど。あれ、でもなんか、すいません。大丈夫です。あ、なんか光ってますよ。え？あ、金が、金を手に入れましたよ。これ、金出るんじゃないですか？あ、これ、銀行？違うな。これ銀行なのかもしれませんね。もしかしたらここはお金を貯めとける銀行かもしれません、これ。なるほど。はい、なるほど。じゃあまずはちょっとのこちゃん、ジャガーノグを買いましょうか。そうですね。はい、ジャガーノグまでちょっとポイントを貯めましょう。じゃあゾンビをやっつけて、戦いやすいところは多分こっちじゃないですか。こっちの広いお屋敷の前が戦いやすかったイメージだったんですけど。お屋敷行きますか？そこ行きましょうか。はい、はい、ちょっと行きましょうかっつって、ちょっとまた僕迷子になってますけど。あれ、大丈夫ですか？大丈夫です。こそ
多分大丈夫です。OK です。で、ゾンビがどこかで吠えている。はい。まあちょっとほっときましょう。ここも行けない。ここから上に上がっていったんだよなあ、あいつな。撮影がかなりロングになっている。ですね。はい。今39分ぐらい経ってますよ。なかなかいいんじゃないですか。まあ、でもまだ39分なんで、もう1時間ぐらいやってる感覚だったんですけど。ああ、でも動画にすると39分って結構長いですよね。いや、私もしかしたら30分ぐらいいけるかもしれないんで、もうちょっとわからないんですけど、はい。編集によってうまく15分ずつに。I must have missed something somewhere. 酒はないですね。ちょっとこれはもう。キャンディーしかないですね、ここには。あれ、キャンディー屋の2階が上がれる。今気づいた。あ、そうです、開けときました。あ、ありがとうございます。瓦礫を取り除ける。取り除くとどうなる。ん、あ、こっちか。あれ、こっちに矢印のところへ来る。お、なんだこれ。パワーをオンにする。なんかよくわからないけどパワーがオンになった。はい、なんかついた。大丈夫。なになに。え、なんか起きた。なんか起きた。なになに、何が起きたの。何が起きたんですか。ちょっとわからないけど音楽が変わった。変わりましたね。あ、明かりがついた。しかも音楽出てきたよ。何ですかね。わかんない。西部劇のような音楽が。あー、明るい。あー、あそこを上がれば、あそこを上がればみんなの元へ帰れるのに。よし。なんかよくわかんないですけど、私がキャンディー屋の2階で電源を入れました。それにより、なんか明かりがついたようです。明かりがついたのはいいんですが、はい、その先に何をするかはちょっと分かってないです。こっちに行ける。これどうしたらいいんですかね。ちょっと私が今新しい場所に来ました。そしたらパーツがあるか。おっと、ここにパーツがあるのか。パーツがあるぞ。なんか私もさっきのところでパーツ集めて作ってます。ああ、トランポリンがある。トランポリンが作れるようですよ。どうやら多分トランポリンを利用してジャンプして2階に上がらなきゃいけない場所があるみたいですね、どうやら。なるほど。はい。武器を置く。This would seem like an appropriate place for this. 武器を入れれる場所がありますね。今回は武器をストックできるみたいですよ、タンスの中に。あれ？ Now is just the situation I was saving this for. さあ、この先に。まだパーツがある。パーツがたくさんありますね。パーツがいっぱいありますね。パーツ。ここにもいっぱいあります。I hope I do not regret this choice. パーツばかりですね。そうですね。はい。なんかパーツが置ける場所、確かキャンディー屋の2階でしたっけ？あ、そうでしたっけ？あと教会のところにもあります。なるほど。教会にもある。そこに2個入れました。あ。電源を入れたおかげでジャガーノーグももうついてますよ、タービンなくても。その電源だったみたいですね。もう全電源ですね。じゃあタービンの意味はもうもはやないですね。皆無ですよ、これ。皆無ですね。はい。そしてパーツを使って、ただ酒がない。酒がないと多分先に進めないと見てるんで、私は。そうですね。はい、そうですね。しかし私のキャラがどういうキャラなのか見えてないんで、私が。え、イケメンですよ。あ、イケメンですか。はい。あ、じゃあちょっとやっぱり
現実との3割増しくらいでなんか補正をかけてくれたんですね。これは助かりますね、そうしていただけると。さあ、そんなことを言ってるが、一人だけ迷子になっている。なんかこれ何個かできるみたいで、あ、改造が、改造というかパーツで作成ができるんですね。はい、はい、なるほど。持ってったのが違かったりします。あー、多分まあ決まった場所で決まったのしか作れないんでしょうね、これね。そうですよ、パーツが間違ってますね。あ、でもなんか見たことない装置がこれ出来上がってませんか。これ出来上がってますね。はい、なんでしょうこれは。なんなんですかね、丸いのがありますよね。はい、なんかダイソンみたいなのが出来上がるんじゃないですか、これは。ダイソンもしかしたら、あの、あれ、パーツを追加する。はい、どうでしょうか。まだみたいです。あ、それでも足りない。足りないですね。ってことは多分、おそらく見たことがないパーツを持っていけばいいってことですよね。そうですね。 I have little way of knowing which is more important。 え、死んじゃいましたね。ラウンドが進んでます。孤独死ですね、完全孤独死です。ちょっと広いとこ行きましょう。そうですね、こっち行きましょう。はい、孤独死ですね、これはさすがに。相当無視しましたからね。そうですね。はい、さっきの教会、お屋敷のとこまで行きましょう。はい、なんとかジャガーノグを取るまでは無茶はできないんで、お屋敷の前あたりで戦いましょうか。多分 お屋敷の前が一番安全と見てるんで、私は。これ来てる。その岩の右側からも来るんで気をつけてくださいね。はい、取りますか。あれは何でしょうか。イースターキルですね。そうですね。ナイフキルでいきましょうか、ここは。はい、あぶね、ダウンし、ダウンしないように気をつけてくださいね。はい、いいですよ、後ろからも来てますよ。私が後ろに処理しますよ。おっとおっと、ゾンビの量が急に増えてきたぞ。これはジャガー道具を飲まないと、もうこの初心者には厳しいんじゃないか。マックスアーモーも出る。ちょっと下半身ゾンビ作りますよ、私が。そろそろ、はい、1体か2体ぐらい作っとかないと孤独死してしまう可能性が高いんで。そうですね、はい、下半身ゾンビ作るのは得意なんで。OK、 早いゾンビは仕方でしていきましょう。よし、のこちゃん、ジャガーノグを飲みに行きましょう。ジャガーノグを、はい、2人とももう飲めるんで。すぐこっちじゃなかったでしたっけ。あ、違う、いや、こっちです。あ、そっち、はい、はい、ちょっとすいません、先導してください。ここの、をまっすぐ行きたい。あー、なるほど。おじさんは3回ぐらい迷っても4回目も迷うんでよっしゃー、うめー。 Please, make me stronger. That's all I ask. ちょっと、どうじゃないですか、ゲップしました今。ちゃいました。いや、ちょっと思ったより豪快にされたんでびっくりしましたけど。ちょっと撮影中ですからね、今ダメですよ、ゲップとかしちゃ。そうです、ね、ジャガーノグ飲んでゲップはしちゃダメですな。さて、さあ、改造が先ですかね。そうですね、はい、じゃあ改造はちょっとのこちゃんに任せますので。はい、私はちょっと今お酒探しをしますね、じゃあ。はい、はい、お酒がないかな。酒くれー。